待った、右玉が左玉に衝突した。そして一つの玉となって玉にまたぶつかると。さすが金玉ブラザーズ。どうも、いっとくです。皆さん、ここに約25個の地球が落ちています。今日はね、このフレッシュな25個の地球を使ってね、無限玉付き列車をしていこうかなと思います。まあ今日はね、いつものがっつり実験と変わってね、今回はね、ちょっとライトな遊びになります。で、無限玉付き列車って何って感じだと思うんで、まあ軽く説明しますと、まあね、適当な惑星をね、地球の端にポンって出しますと。こういう感じでね、発射します。で、まあ今時間止まってるんですけど、でこれ地球にどんどん当たっていくじゃないですか。こんな感じでね、地球にね、どんどんバーンって当たっていくじゃないですか。例えば太陽とかをやると、多分25個の地球全部食っちゃうんですよ。だからつまんないですよね。なんで今回は25個ちょうどいいくらいで食べ終わるなみたいな、表現が難しいな。25個くらいを食べきって、例えば月をぶつけるとしたら、月がもう壊れる寸前だわみたいな、そういうちょうどいい惑星をね、ぶつけていこうかなと思います。ちょうどいいか良くないかはね、もう僕のさじ加減ですね。はい。まあこういうくだらん実験をよくやってるのでね、よかったらチャンネル登録してください。それじゃあ早速ね、月をね、投げていきましょうか。まあ今もう設置してあるんでね、時間進めるだけです。行ってみよう。あ、ちょっと待って、太陽さん、お、ちょっと待って、何がどうなってんだこれ。おー、ちょっと待って、早い。なんか展開が早すぎて分かんない。あ、月いたんだけど、対象となる地球がどこ行った。ちょっとわけわかんない。振動、あれ、もう地球1個しか生き残りないんだけど、ちょっと初っ端からだいぶ事故ってますわ。これあれか、地球たちも一個一個動いちゃうから、ちゃんと止まるようにしてくんないとダメか。なるほどな。多分引力の影響をね、互いに受け合ってるからね、ここをオフにしなきゃいけないのかな。めんどくせえぞこれ。よし、全ての地球の引力をね、オフにしたんでね、これでいけるぞ。じゃあ最初はね、月から行こう。ちょっと待った、危ない。これセーブしないとまためんどくさいことになる。はい、セーブ OK。 じゃあ月をね、投げていこうかな、しょっぱなは。いけた。最初は月 vs 地球 ×25。 どう考えても月にね、分が悪いよね。よし、いいぞ、1つ目玉付き1つ目。もう月ねえな。まあそうっすよね、誰もが分かってた。月はそんなに強くない。地球1個も壊せんね。半端者でしたね、月は。じゃあね、次はね、ちょっと個人的に推してるね、エウロパさんをね、投げていきましょうか。いきますよ。はい、さあ1つ目の地球いったー、食い込まれたー。まあこれもダメだよね。俺の推しでもね、多分地球は倒せないよね。まあ無理だとは思ってました。はい、次行きましょう、ね。今回こういう感じでサクサクいこうと思いますよ。いろんな惑星ぶつけたいんでね。さあ次はそうだね、ちょっと大きめのにしたいね。プラネット9出ました。存在してるかもしれない惑星らしいですね。ちょっとまずいことになったぞ。変なとこに行っちゃった。変なとこにプラネット9がもう消そう。えんちゃいますか。いきますよ。プラネット9は何なんだろうね。6地球あるとか、質量とか分かってんのかな、研究で。当たるぞ。1つ目。え、ちょっと待って、何が起こっとる。普通に食べ始めた、もしかして。美味しく食べてますねこれね。1個目はクリアですね。ちょっと6地球はでかすぎたが、しょっぱな。あ、すげえ、どんどんでかくなってってるプラネット9。こいつ何、もしかしてぶつかるとかそういうのない、もしかしてカービィみたいな感じ、無限に吸い込みますよみたいな、そういう体質。それで言うと、まあこのオーディションは失格かな。ギリギリでね、地球を25個吸い込めるくらいの天体がいいんでね。それだとこれは失格ですね。時間を進めていこう。あ、これ多分全部食っちゃうね。おっと、ちょっと疲れが見えてきたかな。すごい破壊して食ってる。最初あれだね、丸飲みできたんだけど、徐々に砕かんと食えんようになってきた。うわ、ちょっと地球吸い込む瞬間気持ち悪すぎ。シュッていくね。最初なんかね、中身を食べるんですよ。いくよ。あれ、中身出てこなかったな今回。うわ、やばい、全部食っちゃった。すごいパワーが増強してるねこれ。はい、完走おめでとうございます。31地球になりましたね、プラネット9さん。今のお気持ちは。地球うまかった。さーて、ネクストの実験はどうしよっかな。あ、じゃあちょっとブラックホール投げてみるか。ブラックホールさんは、さすがにね、でかすぎるんよ。これ1太陽あるんだよね、このブラックホール。さすがにでかすぎるんで、ちょっとね、ちっちゃくしてあげよう。これ、大丈夫？地球被害食らってない？これをね、1地球にしてあげよう。ちっちゃ！てか、これ目で追うの大変だな。あれ？あれ？どこ行った？どこ行った？この子ね、この子。ブラックホール。じゃあ行くよ、投げるよ。これどうなるのかちょっと楽しみですね。来た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 ！来たぞブラックホール。1地球のブラックホール対25個の地球、どうなる？おっとー、吸った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 、すげえすげえすげえ。ブラックホールでかくなってる。あ、2地球になってる。おお、吸ってる、めっちゃ吸ってる。これはダイソンだね。ダイソンのあの掃除機ってブラックホールがモデルになったらしいですよ。すいません、適当です。なんかすげえ回ってんのよな、この破片。なんなのこの破片。この破片は今、あ、コバンザメが死んだ。あ、すごいすごい。なんかこの被害すごいな。ちょっとブラックホール面白。さてまだね23個あるんでね。さあどうなる。うわ、この距離でもう吸い始めるからね。もうダイソンさんさすがですね。すごい。なんで1個先の地球までもう影響を及ぼすようになったこのダイソン。名前さすがにダイソンに変えてあげよう。ダイソン、はい、ダイソンね。うわ、コーヒー豆が飛び散ってる。コーヒー豆が飛び散ってる。すげえ、すげえぞこれ。ダイソン最強じゃん。もうコーヒー豆の収穫から、そして最後実をね削除。コーヒー豆収穫、最後ね本体を削除。コーヒー豆、赤い赤い赤い。コーヒー豆で本体、コーヒー豆本体。早くなってる、スパンが早いぞ。本体を収穫する前にコーヒー豆の回収が始まってる。ほら、本体を回収する前にコーヒー豆の収穫が、ほら。どうでもいい。またまたまた、最後の地球なんか喧嘩してるぞこいつら。さあボスって感じかな。こいつ多分2地球くらいあるぞ。あ、3地球あるこいつ。勝てるかなこのブラックホール。いけ、勝て。あ、最後しょぼかったな。待って、何この地球。ダイソン空飛ぶ衛星ってどういうこと？いい仕事したよダイソン。次行こう。スイカで行こうかな。デフォルトだとねスイカ10キロなんだよね、ただの。なんでこれはちょっと挑戦して 0.5 地球で行こう。でっけえぞこれ。 0.5 地球もあるからな。ちょっと待って、明らかになんか地球よりでかくない？どういうこと？あ、待った、半径が 3.57 になってた。じゃあね、1.78 地球のスイカですよこれ。お苦戦してる。あ、吸い込めてないぞこれ。プッシュしてるだけだ。スイカがなんかだんだん寝袋に見えてくんだよね。なんかこのヘタの部分があの紐の部分で、ちょっとどうでもいいか。押してますね。すっごい押してるねスイカ。まあブラックホールみたいに吸い込めるようなね、そういうね特技持ってないからねこのスイカは。ただ単にぶつかる、そして中が赤くて甘いっていう特技しか持ってないんだよねこのスイカ。ちょっと厳しいかもしれんの。あ、でも1個食った。あ、2個目食った。あー、すげえ。あれ待って、このコーヒー豆からの本体ってこれもしかしてダイソンと一緒じゃん、さっきの。あ、待った、引力だね。スイカの引力があるから、ちょっと引力はね消してみようかな。引力消すと多分ね最初のコーヒー豆作業なくなるんだよね。多分なくなるよ。どうだ、ほら、ないない、単純にぶつかるのみ。おお、いいぞ。あ、いいね、いい感じに吸ってるねスイカも。気持ちいいな。出たよ、反対側からドリルスピンしてくる地球ラスボス。なんなのこいつはいつもよう邪魔してくれてるわ。うおー。あ、でもいいね、ラスボスがいい演出してるね。最後ラスボスに勝てるかどうかっていうのは大事な指標ですからね。はい、スイカクリア。じゃあちょっとやってみたかったのがあって、このバッカでかい太陽をねサイズをちっちゃくしてあげて地球たちを吸えるかってちょっとやってみたいんよね。この太陽が地球に向かって全速前進しています。おっと、引力かこれは。やばい、吸引力がダイソンよりも強いとはちょっと解せぬ。引力をカットして、うわー、吸引力がすごい。まあ引力カットしたんでね、もう。お、どうなった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 。待った待った待った。ちょっと華麗にスルーしてったけど、こいつら何だったん。まあいっか。あ、すごい、もう地球が燃えてる燃えてる。あ、ずれてるずれてる。ちょっと待って、すっごいずれてる。これ当たらんわ。なんかフレアを受けてるね。フレア攻撃。あ、やばい。始まった。うわー、何これ。やばい、わけわかんない。何が起きてる。やはり我々の住む地球は最強でした。これ何、もう朽ちていく地球？地球じゃなくてもう光り方が太陽だよね。大変なものが通り過ぎていきましたね。5000度になってますよ。バカーチーじゃん。他なんか試してみたい星ある？じゃあ、金玉の星でいこうか。じゃあ、金玉で締めだな。さあ、いけ。あ、待って。金玉っていうくらいだから。すっごいこの金玉離れちゃったよ。この画角だとめっちゃ近いんだけどね。いい感じの金玉なんだけどね。この画角にするとちょっと離れちゃったね。まあいいや、離れてもブラザーだよ。あ、待った。右玉が左玉に衝突した。そして一つの玉となって玉にまたぶつかると。さすが金玉ブラザー。金玉の破片すげえな。金玉全然見させてくんねえじゃん、我々に。昔金太の大冒険っていうのあったよね。なんだっけあれ。ある日金太が歩いているとってやつ。美しいお姫様が逃げてきたって。今の人たち知らないだろうな。おっそ。金太の大進行おっそ。さあ、間もなくラスボスとの対峙になりますね。あ、ラスボスもいい感じにパワーをつけて。出来上がりは4地球です。4地球と金太。待って。金太じゃねえ。地球になってるこいつ。え、いつの間に地球が乗っ取った。まあ、金太もぶっ壊れたことだしね。ちょっと今回ここら辺で終わろうかな。まあね、今回はちょっとライトなね、実験じゃないけど、ライトなお遊びでしたね。普段はね、がっつりと実験やってるのでね、こっちの動画も見てください。じゃあね、また次の動画で一緒に遊んでいきましょう。それではバイバーイ。